です。タムのヒューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていく文筆カフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい。はい、というわけでですね、はい、多分なんかちょっといつもと出しと違うと思うんです、はい、いいのか悪いのかちょっと分かってないです。はい。ですね、誰かさんがウクレレ忘れたって相当言うことあって、今日はなんと僕がカメラ忘れました。だからいつもと違うカメラで撮っているので、はい、どんな感じで撮れてるかも全く分かっておりません。はい、まあ、画質はいい感じで。そう、画質はそんな悪くないと思う。ということで、はい、今日はですね、3月19日。はい。はい、3月19日でございます。はい。でですね、3月19日はどんな日なのかな？あゆみの3月19日はミュージックの日です。おお、いきなり頃やね。319でミュージックね。はい、はい、クラブなどで働く演奏者たちの存在をアピールし、生の音楽をもっと楽しんでもらいましょうっていうので、作られております。ライブをね、ファンをもっと楽しんでもらいましょうっていうことを。クラブなんかねってことね。はい、うん、ね、ほんなら、ね、高橋さんの日なんですよ。高橋さん大好き、大好き。ディスコ、そうディスコ、ディスコ。はい、はい、で、もう一つがカメラ発明記念日です。おー、そうなんや。はい、1839年の、はい、3月19日にフランスの画家、写真家のルイ・ジャック・マンデ・ダゲールさんが、はい、写真機を発明しました。うん、ダゲレオタイプという写真の技術を発案したそうで、まあ、長時間じっとして撮るタイプなんですよね。だからピンをなんか、あの、まあまあ、いわゆるピンホールカメラみたいなやつですよね、多分ね。あの昔のカメラってそうなんですよね。だから、はい、あの、なんやったら学研かなんかのやつで、なんかあったよね。箱の中に観光紙入れといて、ピンの穴開けといて、こうやったら、そこにその風景が逆さまに映ってるってやつね。多分ね、そのタイプなんですよ。はい、で、あの、よくほら、幕末の頃の人の写真の撮るでしょ。はい、で、あの人らってこうやって、ものすごい怖い顔してる。はい、あれ、なんでかっていうと、15分ぐらいちょっとそこに。そう。だから、こうやってて、あの、動かないでくださいって言われるんだけど、さすがに5分ぐらいしたら、もぞもぞしてきて、動くなとかってめっちゃ言われてる。険しい顔になってます。だんだん腹立ってくるから、怖い顔してくる。あんまり、ええ顔してないのはそれが理由らしいですよ。ストレス溜まってる顔だし。確かにしんどいですもんね。そう。15分はしんどいですよ。そう。まあ、記念日です。はい。はい、じゃあ、さよなら。はい、ありがとうございました。はい、ということでございまして、はい、まあまあ、いろんな日がね、その日あるんですけども、ね、はい。まあ、今日もですね、はい、あの、このプレゼン、ありかなしか、ね、ゲストが、はい、来てくださってます。やった。はい。そして、はい、もうね、あの、レギュラーですか？レギュラーなんじゃないですか？毎月来てないみたいな。はいはい、1月も登場していたり、しかも元旦ですね。はい、はい、そして2月も、登場していたり。今月3月もですね、来ていただきました。お呼びしましょう。大久保健也監督です。よろしくお願いします。はい、いいです。おはようございます。はい。ほぼレギュラー。今年入ってから、急に毎月1レギュラーになった感じです。はい。いや、でもね、それぐらい、あれですよね。まあ、作品がいろんなところでかかってるっていうことだと思うんですけど。はい、ありがとうございます。はい。ね、前回はですね、あの、コスメティック DNA の、はい、名古屋で、上映がスタートしたということで、はい、来ていただいたんですけども、はい、今日は何で来ていただいたんでしょうか。今日は、はい、コスメティック DNA の話をまた、はい、ずっとこの映画の話してるんですけど、はい、コスメティック DNA が、うん、3月26日から、はい、大阪のシネヌーボさんで上映が始まる、はい、やったー、大阪大先生ね。はい、いや大阪で撮った映画のね、大阪めっちゃ大阪できるもんね、はい、あの、地下鉄とか思いっきり出てきますからね。そう、そうそうそう、あ
見た瞬間に南辰美行きって書いたんで、これ思いっきり千日前線やんけど思わずそれも突っ込んでみたんですけど、はい、はい、ということでですね、はい、なかなかね、1回10分喋って、まだ10分喋れても大変だと思うんですが、はい、今日もまた10分喋っていただく形になりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、判定の皆さんよろしくお願いします。はい、はい、くるくる回っております。はい、くるくる回っております。はい、それでは、はい、準備よろしいですか。はい、5分経ったら5分っていう。一応後ろに言ってください。はい、了解です。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、コスメティック DNA の監督と脚本ともろもろほとんどやりました大久保健也って言います。はい、お願いします。はい、今日はですね、この間はコスメティック DNA のなんかテーマ的なところと、うん、映像的なところをなんかぐだぐだ言ったので、うん、はい、今回は素晴らしい役者陣の話をしようかなと思います。はい、うん、主にあやか役、さとみ役、ゆり役の3人の話をしようと思います。はい、キャスティングの経緯から現場の感想みたいなことを言います。はい、はい、じゃあまず主演の東条あやか役の藤井月さんの話をします。はい、藤井さんはですね、僕は基本的にコスメティックDNAのキャストは全員オーディションで選んだんですけど、うん、藤井さんだけは僕からオファーしたっていう形で。はいはいはい、サイメンさんもあるんですよね。そうですね。サイメンさんはもうキャストというよりも、プロデューサーですからね。はい、ゼロから一緒にっていう、ちょっと別枠なんですけど、はい、藤井さんは、まあ、知ってはいたんですけど、うん、存じ上げてはいたんですけど、うん、まあ、いつか一緒にできたらいいなという、はい、まあ、その頃はまだ、なんか映画もあんまり撮ってなかったし、うんうん、まあ、雲の上のような存在とか、はい、でコスメティックDNAの脚本を書き上げた時に、うん、主演の綾香役誰にしようかなっていう時に、うん、夜寝ながら考えてた時に、夜寝ながら考えたね。はい、そうなんですよ。藤井さんの顔が浮かんできて、うん、はい、あ、当時綾香ってこういう顔かもしれないって、なるほど、思ったんですね。うん、だからその、うん、まあちょっと失礼かもしれないですけど、うん、そのやお芝居の感じとかいうよりも、まず顔面が顔ね、あやかだなっていうの、はいはい、目の奥がこうなんかこう怒られるかな、すごいなめ腐ったようななんていうのかな、目の奥がなんかその社会と対峙してるような目をしているなっていうのがすごく印象的。それ笑ってても真顔の時に、はいはいはい、でそういうその10代、20代のまだ社会が何ぞやっていうのもわからない状態から、うん、なんとなく社会うざいよなっていうような顔をしている人っていうのが綾香だと思ったんで、藤井、うん、さんだなと思って、なるほど、うん、米田コーヒーでメール打って、うん、でドキドキしながら打ったら、メールアドレスはしてない。あ、なんかツイッターに書いてあったんです。あ、おお、なるほど、営業メールアドレス書いてあった。すごいよかった。なるほど。あ、だから本当にあれよね、そう、つてがあって声かけたんじゃなくて、そうなん、声かけてみてどうかっていう話よね。そうなんですよ。当たって砕けろみたいな。はい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 。そうです。で、それでモスバーガーで話して、はい、プロットが面白そうだと、うん。で、藤井さんも学生時代にちょっと映画を撮ったことがあって、うん、監督として。あ、そうなんですよ。その時になんとなくそのコスメ的なものを作りたいなっていう願望がちょっとあったらしい、ね。そこがすごく本人とマッチして、うん、こうサクサクっとキャスティングは決まっていったっていう感じなんです、ね。はい。やっぱり現場もすごい、一回カメラのその、レンズ側じゃなくて、後ろの監督サイドで、その映画の画面を見たことがある人特有のその自分の動きがどう動いたらカメラに反映されるのかっていう、そのやっぱりお芝居ってその舞台、映画のお芝居って舞台と違って、そのどんなにいい芝居してもカメラに映ってなかった意味ないじゃないですか。そういう感覚を肌感で分かってる人だなっていうのが、ああ、なるほどなるほど、すごいやりやすかった。うんうんうん、いや、フレームのことをめっちゃ気にしてくれたりもしてたんだ。そうなんですよね。この辺でいいですかとか、なんか、いろいろね、うん。こう動いた方が人間の生理現象としては自然だけれども、うん、映像的にはこう動いた方がいいみたいな話をよくしてて、うん、すごい。なんかそういうところが、
基本的にその、あの、すごい失礼なんですけど、うん、あの、役者の卵たち、まあ僕も映画監督の卵なんですけど、うん、役者の卵たち、映画に出たいっていう人は、そこがあの基本的に欠落してるんですよ、はい。だってみんな舞台ばっかりやってるんですよ。そう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 。だから、まあ、別に舞台ばっかりやっててもいいんですけど、うん、なんか映画と舞台のお芝居って完全に違う。違いますね。はい。全然違いますね。そうなんですよ。だからそういう意味ですごいいい役者さんだなっていうのは。なるほど、なるほど。うん。あの、藤井さん舞台もそんなにはされてなくて、うんうんうん、学生時代も基本的にミュージックビデオとか、うん、映画がメインだった、うんうんうん。そういう経歴も見た中で、やっぱり藤井さんだなっていうのは。なるほど。そうなんか。はい、5分いきました。はい、藤井さんで5分話しちゃった。大丈夫大丈夫、あと5分はい、中野さん、西岡さんの役の中野さんはすごいその舞台、まあ、さなんかこれで舞台ばっかりやってたっていうか、なんか悪口みたいになってたんですけど、舞台がメインに活動されてきた人で、やっぱりすごいなんか、お芝居をオーディションの時とかに見たんですけれども、なんかそんなにやっぱりそのすごい役者だなってのは正直思わなかったんですけど、なんかすごいその現場でガンガンこうディスカッションしていく中で、そのもしかしたらものすごいものが出るかもしれないっていうそのオーラみたいなのを感じたんですよ。おー、なるほど。で、実際現場でもすごい、あの、たまに瞬間最大風速めちゃめちゃ高い芝居が、なるほど、なるほど。やっぱこの瞬間、この瞬間があって良かったっていうか、やっぱ中野さんで良かったなっていうのは現場の節々に感じました。すごい、あの人も、うん、あ、村があるっていうか、まあ、その村があるっていうのは良くも悪くもですけど、すごいいい芝居をする。特に眠い時とか、あの、現場が24時間連続あった時とか、すごい眠い中でも、もう自分もこうこうなってて、やるみたいな時に、あれ何日で撮ったんやったっけ？あれはでも2ヶ月ぐらい。あ、2ヶ月ぐらいかけたんや。でも、その中で、もう追い込みで取らなあかん時だったんや。そうなんです。ドケチの壺とかが。ああ、そうです。だから、これからももし、機会があれば一緒にやりたいなっていう、もういろんな中野さんが見れるのをめっちゃ思いました。はい、はい。川崎さん、松本役の川崎さんはすごい急に決まったというか、もともと決まってたんですよね、別の人が。まあ、そうね。はい、でも、あの、飛ばれたんですよね。あらー、はい、飛んじゃったか。あの、まあ、飛ばれたんですよ。はい。本当に飛ばれて、はい、うわ、どうしようっていう中で、はい、急遽川崎さんに、はい、なんかすごい熱量で、私がやりたいですって言って、教訓で送ってきてくれたんで、もうお芝居も見てなければ、そんなにプロフィールも吟味する暇はなかったんですよ、正直。なるほど。こんなに来たらもう、やりますみたいな感じでやって、ね、どうかなってこう手探りでやってたんですけど、やっぱりすごい時はすごいっていうか、まあその、おのおのがすごいというか、やっぱ3人の組み合わせみたいなのが多分すごい良かった。なんかね、チームワークができてるなって気がしましたね。僕も対面も本当に、なんていうか、そんなにできたスタッフワークをしてなかったので、3人が連帯せざるを得ない。はいはいはい。自然とできて、はい、3人がすごい仲良く、銭湯とか行ってて、はい、僕らはなんかその辺で寝てるみたいな。なるほど。なんかその3人の連帯、だから本当に女の子に生まれて、女の友達とワッキャしたくて、この映画撮ったみたいなとこあるんですけど、そのいざ撮り始めたら、その僕はその辺で寝て、寝てる。寝て、もう疲れてて、もうレッドブルばっかり飲んでみたいな感じで、その3人がキャッキャッキャッキャしてて、なんで俺はあれになられへんのやって俺は何をしてるんだっていう時間をすごい多かった。なるほど、なるほど。そっか。だからちょっと言い荒れてたよね。エッドブルばっかり飲んだのね。そうなんですね。ね。ね。向こうの力一緒に飲んだりね。そんなんどうでもいい。そんなんどうでもいい。はい。はい。エッドブルを飲むと未だに思い出します。ああ、そっか。なるほど。なかなかきつい、関係だったんですね、現場はね。そうなんです。はい。もうそんな中でやっぱり、僕もしんどかったですけど、多分3人もすごいしんどくて、辞めたいと思うこともいっぱいあったとは思うんですけど、そんな中で、まあ、ギリギリのところで、はい、その長編映画一本もキャリアとしてない僕を信じて、はい、まあ、やりきってくれたっていう3人に改めて感謝を
述べさせていただきます。はい、まあ、ぜひあの画面に向かってね、はい、あのカメラ、ありがとうございました。はい、はい、聞いていただいてますか。はい、ありがとうございます。弓役を、はい、土地で降りられた方、はい、見てますでしょうか。3月26日から大阪でやるんで、日いや、ぜひ来てほしいね。はい。ぜひ見に来ていただきたいと思いますけども。はい。はい、という感じですかね。はい。はい。はい、本当に、見に来てください。弓役を。はい。弓役じゃなくていいよ。見てる人は見てるとね、はい、3月26日から、シネヌンボーでやるんで、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい。お願いします。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。弓役はもうええやん。いやでも、それ撮影始まってから撮んだ。そうですね。結構前から。それはきつい。いや、もうライブ撮り直す。あ、だから2ヶ月か。そうですね。わあ、それきついな。手元とか足とかたまにカットで入ってます。ああ、なるほど、はい。なるほど。まあ、そりゃそうよね、はい。しょうがないよね、それはね。はい、もう一回撮り直したらまた時間がかかるからね。ドラムのパートで顔がはっきり分かるところ以外はね、はい、背中とかたまにあったりします。あ、そうなんだ。同じウィッグなんで。ああ、そっかそっかそっか、なので、出てます出てますっていうことでね、はいはい、そっか、あるんだな、そういうことってね。大変です。いや、本当大変でしたね。でしかも撮影だけじゃないでしょ、終わってからの編集もまた大変でしょ、大変ねえ、本当にあの細かい編集はちょっと僕は絶対ようやらんなという編集のやり方なんで、はい、すごいなと思いましたけど、はい、はい、ということで、では、はい、一応丸か×かを、はい、なんかもう後ろでくる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 ずっと回ってるんで、はい、そろそろ一応言っときたいと思うんですが、はい、いきますね、はい、このプレゼン、愛かなしか判定！はい、まるでーす！よかった。もうなんか面白かったよね。いやいや、なんか質問とかないですか？なんか聞いて、はい、今日は服が違うのはなぜ？しくじったな。しくじってそう、今日はトマトじゃん。トマト。あとでじゃあもうトマト入れとこうか。編集場で入れとこうか。はい。はい。なんかないですか？なんか後ろでボソボソ言ってんのと思って。高橋さんからなんかないですか？インターネットです。インターネットは。ああ、出てます。飛んでませんね。出てます。飛んでません。飛んでます。3、4秒ぐらい。ああ、森山さんは出てます。出てます。森山さん、3、4秒出しです。業務連絡する、はい、高橋さんから業務連絡が入りました。はい、はい、まあまあね、大変、まあ、苦労というか、まあ、撮影ってね、はい、終わってみないと本当にね、そうで終わっても編集上でまたうわこれ撮れてないとかなんか、はい、後で見つかったりとかいろいろするからね、本当はちゃんとずっとできればいいんですけど、ローバジェットの最小限の現場だとね、はい、記録がいなくてちゃんと撮れてるかどうか確認できないとかよくある話なんでね、あるの話ではあると思うんですけど、まあそういう中で作った初めての、はいはい、長編作品で、でもやっぱりねすごい挑戦的な内容もそうやし編集もそうだし、はい、あの映画自体が僕は映画に対する挑戦と言って過言じゃないかなと思うので、はい、そういう意味でも僕いろんな人に見てほしいなと思いますので、はい、大阪の方ぜひですね、シネヌーボーに足運んでいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、あれなんですよね、DVD の発売がもう決まったんですよね。ああ、そうですね。ねえ、お願いします。はい、ぜひまたその DVD の発売の、はい、宣伝の時もまた来てください。はい、もうなんかほぼレギュラー化しそうな感じですけど、はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあ、あゆみ。はい。あ、こっち。おはようございます。はい、マクリアルの情報です。はい、はい、今日19日ですね、はい、フリーマーケットじゃないわ、雑貨店、マクリアルの雑貨店を行います。はい、雑貨店、はい、19日の20日、はい、明日、あ、今日と明日かね、はい、はい、やります。10時から18時で、はい、雑貨店を行っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
ください、はい、入場無料となっております。先月もやったんですよね。先月もやりました、ね、お客さん来ていただいてね、ちょこちょこです、ね、はい、はいはい、まあ、まだ始まったばっかりなんで、そうですね、はい、はい、ぜひ遊びに来てください。あと次がラッシュです。21日のラッシュで走ります。はい、3月21日って春分の日ですね。春分の日やね。春分の日も走ります。はい、24日のクリップとスタディ共通化の勉強会をいたしますので、はい、あなた儲かってるらしいです。はい、儲かっておりますよ。マジか。はいはい、ぜひぜひね、はい、そういうのもね、詳しくお勉強しますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、お願いいたします。はい、じゃあ終わりか。今日早かった。早く、はい、早くサクッといきます。あ、はいはい、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、では高橋さん、はい、ありがとうございます。はい、でもごめんけど、高橋先生では収録でございますけどもね、フリーマーケット私5月に出店させていただきます。マテリアル雑貨店。マテリアル雑貨店。9月に出店させていただきますので、はいはい、よろしくお願いします。映画館にいっぱい出しますので、ね、はい、お願いします。はい、ということで、コスメ服 DNA はね、はい、だいぶ前に見たんで、うん、忘れてしまいました。何やそれ、何やそれ。だいぶ前に見て、あれからね、もう20分くらい見たんで、あ、はい、ちょっとわからなくなりました。はい、でも面白い映画なんです。あの、関西の映画人には見てほしい。あ、見てほしいです。ちょっと映像映画かな。思いながら見ていただきたい。ちょっと待って。ということで、先週は日本のアカデミー賞に絡む映画をご紹介しましたけども、はい、今週は間もなくアメリカのアカデミー賞の発表になります。はい、私の予想は、ゴーダ・アイドウダでございます。あ、はい、そっちか、うん。宣言させていただきます。はい、それではありませんよ。はい。はい、ということで、アカデミー賞いろいろ、見てあげて探していくとですね、なぜか、ダスティ・オフマン。いや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 、もうね、これね、うん、もう大好きな作品ですよ。そうですね。なんか、だから他のも見てたんですよ。なんか、まあ、真剣に思えてるのはこの日本で、クレーマー、クレーマーは、はい、離婚を扱った問題なので、子供と比べに行った作品でございましたね。はい、トッティは、女装して、いや、これね、衝撃的だったんですよ。だから、これ時代的には先端行ってますよ。めちゃめちゃ先端です。離婚の問題って、こっから我々日本でもピックアップされたんですよね。で、女装っていうのも、女装は、うん、なんかこう、進出する、テレビ界とかに進出するというのも、このトッティの、ね、日本がね、ということなんで、ぜひとも見ていただきたいと思います。クレーマークレーマーでも16億円ぐらいだけなんで、あ、そうなの、やってないです。だからアメリカの問題だったね、この時。なるほど。あ、そっかそっか、日本ではあんまりね。まだ、その日本はタブーやったら、そう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 。ございますね。で、こっち、トッティも9億しか稼いでない。あ、ほんと、うん、だからやっぱり日本では、まだ、浸透してない。だからこの時代の先取りしたって。まあでもあれですよ、うん、あの貨幣価値の問題でしょ、うん、でこの時代の、はい、あの9億とかっていうのは今の時代で言うともうちょっと高いって、はい、そう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 、はい、クレーマークレーマーの方は、100円以上持ってますね、うん、アカデミー賞ね。トッツィも100円以上ですね。でもね、トッツィも大好きやけど、はい、これリメイクしたんです。知りません。ミセス・ナオト。ああ、それは結構なんですね。うん、いや、だからまあ、リメイクというか、結局あの、アイディアは一緒なんで、はいはい、で、やってる人が違うっていうね。ロビン・ウィリアムズね。そう、僕、ロビン・ウィリアムズが大好きで、まあ、トッツィも見てたんですよ。今までは、ビッグ・ダウンとか、確かに。いや、多分そうです。はい。で、その、今見ると、ちょっと、その、本当に日本とも、ね、時代を先取りしてるって感じで、わかります。まあ、不倫に行く前のところね、で、LGBT に行く前の方法でございますので、一回見ていただきたい。まあ、だから、この人、ダスティン・ホフマンって、実はその、時代をものすごい先取った方法を、あの、選んで出てる。そうですね、他の人じゃないですか。ね、あります。この機会に見ていただいたらいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、デビューでございます、はい、今日はですね、めっちゃコンパクトに喋、られたので全然時間が余ってます。めちゃくちゃ余ってます。めちゃくちゃ余ってます。かなりキュッとしてるんで、あのだいぶ余ってるんですけど、はい、大久保監督、はい、はい、そうですね、26日、あの、あれですよね、まだ舞台挨拶出られるんですね。そうですね。ね、はい、26と、まだ決まってない。おそらく26、27になりますからね、はいはい、また藤井さん君も来られます。はい、はい、俺も立ってないから会いに行こうかな。会いに行こうかな。何を基準に決めようとしてるのかよくわからないですけど、はいはい、ねえ、あのまあ多分その大阪で上映するのは前に1回やってるんじゃない。大阪もな、あ、まだです。まだ初めてですよね、はい、全く初めてですよね。だからあの夕張でやって以来、その大阪でやるのは全く初めてっていう。そうですね、
るということですよね。だから、まあ、大阪では、ね、まだ見てない方がたくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひあの大阪の映画人見てほしい。本当にロケ先は全て大阪、全部大阪です。ね、さっき千日前線の話出てきましたね。そう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 、ほぼ毎日乗ってますからね。そっか、そうやそうやそうや、今ぞと行くのに。そうやね。まあ何やろ、まあ、大阪で撮ったっていうのもあるし、まあね、もう20代の監督がね、撮った挑戦的な作品でもありますし、ある意味撮り、まあ、もっとその何やろ、効率よくやろうと思えばできたのかもしれないけど、でも予算の関係とかいろいろあるからできることに限りがあるじゃないですか。でもそれをね、あの編集で、めちゃくちゃカバーしてるので、だから編集にものすごい時間がかかってるのもよくわかるし、人がいない、予算がないっていうところを編集で無理やりカバーしてる、編集にめちゃめちゃ時間がかかってるし、いやだから多分撮影中も死んでたっていうか、その辺で転がって出てたって言ってたけど、編集中ももう昼夜関係なしっていう感じに。ならざるを得ないぐらいだったよね、多分ね。夕張に出すために頑張って作ってると、はい、だからその締め切りに間に合わせるように頑張ってなかったので、まあ後で手直しとかしたにしても、まあ大概大変な編集になってると思います。だから僕は少なくともあの編集はようやらんので、色どんだけいじっとんねんっていうぐらいいじってるし、後から多数は後からいろんなレイヤーかましていってる。何段ぐらいのレイヤーになってんねやろ、こうやって思いながら、パソコンよう止まらんかったなとか思いながら見てますからね。はい、来週の土曜日、はい、来週の土曜日から、シネヌーボーで、はい、上映されます。2週間、はい、2週間やってますんで、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。はい、ということで今日はですね、大久保健也監督に来ていただいて、番組を盛り上げていただきました。はい、また、来週は来週も、映画監督来ますので、はい、はい、皆さん楽しみにしててください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。